どのバッグにしようかな。これとかポケット多めでいろいろ入って便利だけど、春らしくないっていうか、ちょっと小さめだけど、やっぱり春っぽい色にしようっと。あ、それなら服も合わせて。で、そうだ、行き先まだわからないんだった。僕がコースを考えるから、みんなはついてくるだけで OK。 どこに行くかはついてのお楽しみ。もう行き先のことも考えてこうで決めたいのに。ま、ミステリーツアーだって言ってたし、どうせ教えてくれないんだろうな。うん、一人だけ気合い入れていくのもなんか違うし、もういっそいつも通りに。お、はーい、今行く。いただきます。この煮魚美味しい。お母さん、これどうしたの？え？何その基準。そういえば、お前秋山と旅行に行くのか？え？なんで秋人がそれ知ってるの？今日学校で秋山から聞いた。休みに旅行しようって話になってて、旅行って言っても外泊無理そうな子もいるから日帰りになると思うけど、いいよね行っても。まあそんな心配いらないから。そういえば秋山に頼まれたぞ。当日寝坊しそうだったら起こしてくれってな。あ？せっかくの旅行なのに寝坊なんてするわけないでしょ。どうだかな、正月ん時は点でダメだったしな。もしかしてあのことまだ根に持ってるわけ？心狭すぎ。あー、やだやだ。あ、正月早々5時に目覚ましガンガン鳴らされたんだぞこっちは。今年はようやく初売りの荷物持ちから解放されたってのに。それが鳴ってたのなんてちょっとだけでしょ。ちょっとじゃなかっただろうが、どんだけ鳴り続けたと思ってんだ。つーか普通あれだけ鳴ってりゃ起きるだろ。は？だからちゃんと起きたし。俺が布団引き剥がしたからだろう。あと5秒あれば自分で起きてました。嘘つけ。はーい。まだちょっと眠いけど。見なさいバカアキト、私だって起きようと思えばちゃんと起きられるんだから。スマホにポーチにハンカチに、うん、忘れ物もなさそう。よし、そろそろ行こうかな。帰りの電車で見た瑞希の表情、気のせいじゃなかったはず。でもどうして。えなな、さっき送ってもらったラフ見たよ。構図はいいと思う。ただ人物の表情はもう少し。えなな、あ、ごめんケン、大丈夫、聞いてた。あれ、エナナ今もしかして寝てた？そんなわけないでしょ。ケイ、そのラフのことなんだけど、表情は私も気になってたからもう少し丁寧に書き込んでみるね。うん、
できたらもう一度見せて。わかった。よし、今日やっておきたいことを大体終わったから僕先に落ちるね。うん、お疲れ様、アミア。お疲れ。エナナも、じゃあね。うん、お疲れ。声の感じはいつも通りだったけど、でも、じゃあ、あの時の顔は何だったの？じゃあ行ってくる。あ、待って、アキト。お、珍しいな、こんなに早く起きてるなんて。私のことはいいの。それより瑞希のことなんだけど、最近なんか変じゃない？秋山、そんなこと言われてもしばらく見かけてねえからわかんねえよ。最後に会ったのも、ああ、お前のこと起こしてくれって頼まれた日だな。あいつもともと学校にいる方が珍しいしな。そう。なんかあったのか？別に。さっさと学校行ったら？お前が呼び止めたんだろうが。じゃあ行ってくる。うん。行ってらっしゃい。学校にあんまり行ってないのはいつものことだけど。でもなんか気になるし。よし。おう。やっほー、お待たせ。ちゃんと寝坊せずに来たんだね。えらいえらい。当たり前でしょ、こっちから誘ったんだし。っていうか、アキトもミズキも人を何だと思ってるわけ？弟くんが何て言ったかわかんないけど、日頃の行いのせいかもね。それより今日は買い物がしたいんでしょ？お目当ては夏服。早いところはそろそろ出し始める頃でしょ。あ、いいじゃん。僕もそろそろだなって思ってたところなんだよね。じゃ、行こっか。うん。お、またボタニカル柄。さっきの店にもあったし、ひょっとして今年はこれが来るってこと？一定の人気はあるんだろうけど、流行りとしてはどうかな。それよりサテン生地系の服とかくすみカラー系が妥当なんじゃない？確かにそうかも。あ、あっちの服もいい感じじゃない？ちょっと見に行こうよ。はあ、思ったより買っちゃった。可愛い服に出会えて僕も満足満足。別に変わった様子はなかったかな。でもだったらあれは何だったの？あ、そうだ、帰る前に寄り道してかない？いいけど、どこに寄りたいの？さっきの店に行く途中にあったクレープ屋さん。春限定いちごクレープっていうのが見えたんだけど、クレープ生地にもいちごが入ってて、ほんのりピンクらしいよ。え、なにそれ、気になる。でしょ。じゃあ早速レッツゴー。ああ、もうちょっと待ってよ。きっと大丈夫だよね、瑞希。you